ネーム妙慶さん10代の男性からいただいた相談です背景太郷師匠様はじめまして私は17歳の高校生で今年受験生なのですがもともと精神面が不安定で意思薄弱自分に甘い上にすぐ環境のせいにして逃げてしまいますコロナウイルスによる休暇期間では 中学2年生から今まで自分なりに真面目に取り組んできた勉強も希望していた教師という職もどうでもいいと投げやりになってしまいました家族の生活音が耳障りになり些細なことでイライラするようになってしまいました片親のもとに生まれた私の短い人生は他人様と比べてとても環境的には恵まれているにもかかわらずこんな親不幸な自分に育ってしまった自分が許せず 軽度の自自傷行為ををししたた。り、り殺を頻繁にに考えるようになりました私はどうすれば、この負の感情の連鎖から自らを脱却せしめることができますでしょうかそれとも、これは私のカルマなのでしょうか相談できそうな人が周りにおりません。何卒ご回答のほどよろしくお願いします。また、お師匠様の今後の活躍を心より記念いたしております。敬具。 カルマという言葉が、ミオケ君の手紙に出てきました。カルマというのは、日本語ではゴーと言います。ゴー。このゴーには三つ種類があって、この一問一答でも何度も登場していると思いますが、心に思うこと、そして口に話すこと、 そして、体で行うこと。この心と、体ですね、心そして、苦、口ですね。そして、い、自分の思いの中で、思うこと。この三つが、カルマなんです。業なんです。で、この業を積み重ねていくというのが、 カルマを積み重ねていくということ。良き業を積み重ねれば良きカルマの集積になるし、悪しき業を積み重ねていけば悪しきカルマの集積になります。そしてその、それぞれのカルマの結果を自分で受け取ることになってきます。柿の木を育てれば柿の木を植えて、 苗を植えてそれを育てれば柿がなる桃の苗を植えて育てれば桃がなるいちごの種を育てればいちごがなる金管の苗を植えれば金管がなるそれは間違えることのない現象なんですね ミオく君が今、これは私のカルマなのでしょうかって言ったときに、ひょっとしてこれは前世の後、要するにこう自分の今の命じゃない前の世代のカルマ、それが今帰ってきてるから、だから自分はこんな風なのか、そう言ってるのかもしれませんけれども、ミオく君の これはカルマなんでしょうかということに対しては今の自分のモヤモヤがねこれは自分のカルマなんでしょうかということに関してはまあ明圭君の日々の心で思うことを口で話していることそして体で行動していることこれが積み重なってきて今の状態があるというのは間違いない前世ではなくて今世 それは間違いない。けれども、それだけでない作用が、明啓君の中に今働いていることを非常に強く私もそれを感じます。それは何かというと、明啓君の問題はね、何かというと、明啓君の、先ほど言いました、前世の業っていうんじゃなくて、普段、明啓君が何を思い、何を口にし、どういう行動をとっているか、その集積が今の、この、 この何とも言えない。俺何なんだ俺はっていう。こんな、こんな自分がっていうね。許せないっていうこの自分に繋がってきてる。けどもう一つとっても大きな大切な要素がそこに絡んでます。非常にドロドロとしたものがそこに絡んでるんですよ。それは何かって言ったら、ホルモンです。ホルモン。今17でしょね、17歳。 人間の脳、人間の体っていうのは、子供の時から大人になって、そして年を取って、そして死んでいく、この中で常に一定であることはないんです。自分は小さい時から変わってないのは自分に思うかもしれないけど、その体はどんどん変わっていきます。もちろん意識も変わっていってるわけですけど。特にね、15歳、16歳、17歳、この間に子供の脳から大人の脳に変わっていきます。 だから自分で自分のことがよくわからないっていうふうになっていくんですよ。それ当然のこと。さらに、ホルモンがどん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 こう分泌されて、ね、そして、その性に対しての関心も高まってきたりして、とにかくね、なんか自分で自分のことがわからなくなるということが極めて真っ当な時期なんです。特に、今のこの17歳っていう年は。だからそういったものと、その、 普段の妙計君の真悔の三号ですね。それをカルマと呼んでるわけですけども、これがね、わーってぐちゃぐちゃに絡まって、今の妙計君のこの自分が許せない。片親で一生懸命お母さんを育ててくれて,くれてるにもかかわらず、それは分かってるんだけど、こんな風にして自分の内側で暴走してる。 っていうかね、自分の内側で、なんかこう、荒れ狂ったものがあるっていう、そんな自分が許せない。だから、自食を用意したり、自殺を頻繁に考えたりって、そんな状況になってきてしまってる。さて、どうすればこの負の感情の連鎖から、自らを脱却せしめることができますでしょうかという質問です。処方箋うっぷんを晴らしなさい。うっぷん。 うっっていうのは、辞書の定義によればね、晴らす折りがなくて、積もり積もった怒りのことを言います。抑えに抑え込んだ恨みのことを言います。それが鬱憤です。妙見語と同じぐらいの年齢の子で、年齢の男子で、まあ、女子もそうですけど、いろんな形で鬱憤みんな晴らしてる人いますよね。この福厳寺の周りもね。 その鬱憤のを晴らしてる奴らがもういっぱいいます。夜中になると、な、うんなん,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 、うん、なんなん、なんな走り回ってます。まあ、最近やりませんけど、昔は、まあ、私もそういう鬱憤を晴らしてる人たちはね、その鬱憤が私も、鬱憤が昔あったので、よくわかるんです。その鬱憤をね、晴らしてる子たちはね、いやー、こんだけ彼らの鬱憤が溜まってるんだ。って ねえ。だけど、何らかの形でやっぱりこうやって鬱憤を晴らさなかったら、自分の中に溜まったね、この自分が分からないという、この思春期に、この、いろんなことがムカつくわけですよ。ねで、それが自分の内側にこう渦巻いて、出口で出ていくところがなかったら、それは狂っちゃいますよ。だから何らかの形でその鬱憤を晴らそうとする。だけども、 彼らがそれをね、人に迷惑をかけるという方向で、本人たちはうっ晴らしても人に迷惑をかけるという方向でそれを晴らしていったら、それはやっぱりね、あの、周りにも迷惑をかけちゃうし、自分も回り回って、自分にもまた大きな、うん、しっぺ返しが返ってくるんですね。だから まあ最近やらなくなりましたけど、昔、このお寺の周りでうを晴らしてる人たちがいたらね、私も空手道場をやってたので、あの、ビラを持ってってね、そして私もバイクで出て行って、よくこの、えー、バーンって走り回ってる子たち、私もバイクで一緒に走りに行ってね、そしてビラを巻いて、まあこ,んなね、こ,こ,こんだけ元気があったら空手道場に来いって言って、何人か入会し,たしましたけどね。でも 本当にもう昔はうるさいなと思ってるだけだったけれども私も17、18の時にそういう鬱憤がいっぱいあった。で、それが自分が僧侶になってからはその頻繁にまあ大きな道路がお寺の前にできてですねそこをその暴走行為を繰り返している少年たちが 繰り返してるあまりにもそれが連日続いて、まあ、近所のおばあちゃんがね、ちょっとノイローゼになられて、農薬を飲んで自殺なさったんですよ。でこりゃいかんと。こりゃいかんと。鬱憤晴らしたい気持ちはわかる。だけど、こりゃいかんと。ねで。そうやって知らないところで、あの、人の気を狂わせ、だって毎日家のすぐ近くでね、ブンブンブン走られてごらんなさい。 たまったもんじゃないですよ。で、またそうやって暴走行為を繰り返して一本話らしてるてその気持ちはわかるけども、彼らだってそれは迷惑かけてるってことはわかってるわけなんです。なもんだから自分の家のそばに行くとエンジン切って押していくんです。で、で、自分の家とは関係ないところに行ったら、自分の母ちゃんに迷惑かけるのは嫌だから。だから自分の家のそばでは、ね、マフラーの男どんだけうるさいか自分だってわかってるわけですから。バイクのエンジン切って、そして、 こっそりと車庫に入れるわけですよ。だから外へ出ていったら、よその母ちゃんのところで思いっきり吹かす。これはやっぱり良くないだろう。気持ちはわかるけどね。やるんだったら山の中行ってやれっていう,いう話を昔してました。私もその気持ちはわかる。だけれども、彼らのいいところは何かっていうと、鬱憤を晴らしてるんですよ。で、明圭君の問題は何かって言ったら、鬱憤を自分の中に溜め込んでしまってるんですよ。 でもそれを時々吐き出してるのかもしれないけれども、この吐き出し方、この吐き出し方を明オ君に伝えたい。私も、いろんな鬱憤の話し方をして人に迷惑を散々かけて、だけどやっぱり、それは良くない鬱憤の話し方だっていうことが分かってね、一つの鬱憤晴らしの方法っていうものにまあ行き着いたんです。なので今日は明オ君にぜひね、私の鬱憤晴らしの方法を伝授したいと思います。それは何か 皿洗いです。皿洗い。お皿に限らず。まあ私は水に触れてると心が落ち着くので、まあお皿洗いをし,をしたりとか、まあ、お風呂の掃除をしたり、お風呂を入れたりとか、ということが、あとはまあ雑巾洗ったりとかね。洗濯機がありますけど、手でこう雑巾洗ったりとか。でそういうことが、 自分が心が荒れるといつもそれをやるんです。今でもやります。なので、まあ私が突然何か掃除始めた時はうっが溜まってんだろうなっていうふうにして周りの人は思うかもしれませんけども。でも、ねえって掃除ですかって思われるかもしれませんけども。このね、皿洗いといううっ晴らしには ものすごい効果があるんですよ。で、一つは何かっていうと、人間は心の内側に負のエネルギーが溜まってきたときに、それをそのままにしておいたら病気になります。心が病気になります。体も病気になります。だから必ずこの鬱憤ね、積もり積もった怒りとか抑えに抑えた恨み、ね、この積もり積もった怒りとか抑えに抑えた恨み、この 怒りとか恨みというものが心の中に発生してくるその初動で抑えることが修行を積んでいくとできるようになるんですけど、なかなかそうはいかないでしょね。なので、放っておいたらどん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 溜まってきちゃうんですよ。で、これをね、溜まりっぱなしにしといたらおかしくなるんです。だからまず、この溜まってきてしまったらどうするか。ね。それが、さらけと言ったような皿洗い。一つは、なんで皿洗いなのか。一つはね、 この心の中に起きている問題を心だけで解決しようとするので人間はおかしくなるんです。これよく覚えておいてください。心の問題を心だけで解決しようと思うから人間はおかしくなります。心が全てって言いますけど違いますよ。心が全てじゃないの。心で思うことが全て違うんです。私たちは体を使って生きてるでしょう。私たちが何か思うっていうことの前に手足があったでしょう。ね。 私たちが何かを考えるっていうことの前に、鼻があり、目があり、耳があったはずなんですよ。その後思うってことが出てきた。だから人間にとって心はものすごく大きいです。大きな領域です。でもそれ以上に、体が大事なんです。だから、心の中の鬱憤を晴らすときに、体を動かしてあげるってことが大事なんです。筋肉を動かすってことが大事なんです。皿洗い。 体を動かしますでしょだから、筋肉を使ってエネルギーを発散するっていう効果があります。なので、うっが溜まった時ね、なんで皿洗いなのかまずは、筋肉を動かすっていうことです。皿洗い一生懸命やってくださいですか。食べたものによってね、食べたものによって、なかなか汚れが落ちないこともあるし、ね、お湯で洗うのか水で洗うのか、いろいろあります。けれども、とにかく、皿洗いは、 筋肉を使うっていうことですね。筋肉を使う。次。水に触れるっていうこと。水に触れる。宗教の儀式の中で火とか水っていうものが使われます。で、やっぱり水っていうのはね、汚れ物があったら洗濯をしたり、今言ったように汚れたものを皿で洗う。つまり、汚れを流してくれるわけです。いろんな嫌なことがあっても水に流すっていう表現がありますよね。 そう。嫌なこととか、汚れとか、そういったネガティブなものを流してくれるで。そういう作用があるんです、水にね。で、また人間は、命は水から出てきましたから、水に触れるということは、命を癒す働きがあるんです。なので、水に触れるっていう意味でも、皿洗い。もう一つ。 母子家庭でね、お母さん苦労して育ててくれてるわけですよね。妙オケ君もそれは分かってる。だけども、自分は何もできてない気がする。一生懸命勉強しようとね、思ってる。けれども、これは今親である人も、それから今子供である人も、学生である人も、学生を持つ親も、両方の人たちに伝えたいんですけども、 私たちにとっての学習、私たちの学びっていうのは、学校の勉強だけではないんです。受験勉強だけではないんです。ね、もちろん一生懸命勉強することが学生の本文だってその通りだと思います。けれども、けれども、学校でまたいろんなことを学習するでしょうけど、それ以上にね、何のためにじゃあ勉強するのかって考えたら、そしたらそれは、いい大学行って、いい会社に入って、ね、そして、 自分で飯を食って生きれるようにっていうことでしょそれが目標なわけじゃないですか。だけれども、最終的に社会に出て働くっていうことを考えたときにね、最終的に自分で自立していく、自分で飯を食っていくってことを考えたときに、人間が生きるってことね、自分で生きていくってことを考えたときに、生きるっていうことは、生きるということは、その生きるということの答え、生きるということについての学びは、学校の授業だけじゃないんです。 将来仕事をしていくって言った時に仕事は会社の仕事だけじゃないんです。昔は内仕事と外仕事って言って、おうちの中にね、おうちの中に生活をしていくための仕事があったんですよ。今みたいに掃除機も冷蔵庫も洗濯機もボタン一つでいろんなことをやってくれるって便利な時代になりましたけども、昔はそうじゃないですね。お風呂を炊くって言ったら薪き木を集めてきて、そしてかまどで火を焚いてってことをやらなきゃそれをね、 お父さんお母さんだけじゃない。家族みんなで分担してたんですよ。でも今、何か、子供は、学生はお、お母さんがご飯を作ってくれて、席に座ったら全部出てくることが当たり前と思ってる。そして勉強に集中して、受験勉強に集中して、いい学校に入る。でもどうですかそうやって一生懸命勉強してるっていう人もそうですけども、多くの学生が、 勉強してるふりをしてるけど寝てるとか、勉強してるふりをして LINE をしてるとか、勉強してるふりをして漫画を読んでるとか、勉強してるふりをして映画を見てるとか、勉強してるふりをしてエッチな動画を見て G にふけってるとか、そうじゃないですか。ね、だとしたら勉強してるふりをしてることに集中できない状態で机に向かっていることに何の意味があるんだって。 そんなことをやってたら、大人になってたて同じことやるんですよ。仕事がつまんないって。仕事してるふりする大人になります。仕事がつまんない。仕事がわからない。ね、仕事で行き詰まった。それをごまかして、でも仕事をやってるようなふりをする大人になるんですよ。何の学習してんだってことになりますでしょそう。どうせ勉強手につかないんだったら、ね、だけれどもコロナで自宅でっていうんだったら、 自宅で思いっきり鬱憤晴らししたらいいんです皿洗いしたらいいんですうち仕事したらいいんですよ。お母ちゃん喜ぶでしょう。ね。お母さん喜ぶもお母さん助かるでしょう。それだけじゃない。実は、皿洗い一個に人生のあらゆる勉強が詰まってるんですよ。カレーを食べたとき、ね。牛丼食べたとき、サラダ食べたとき、そのお皿の 汚れの取れ方は、洗剤の量は、水のお湯の温度は、キュッキュッってなるまで、なかなか学生さんにお皿洗わせるとね、お皿洗いませんよ。縁っこの方とか、汚れが取りにくい角とかに、汚れがついたまま終わったって言うんですよ。私も子供がいるので子供に皿洗いはやらせますけども、皿洗い終わった後に必ずね、チェックします。 やかましい親父ですよ。ねやかましいお父さんです。チェックします。こんな小さな汚れを、こんな小さな汚れを、こんなに大きくして彼女に見せます。なんだこれはって。なんだこれはって。これ見ろこれ見ろこの1ミリが見えんかっていう話です。ねうるさい親父ですよ。大げさな親父ですよ。 だけれども、だけれども、それが人生なんです。自分が見えてないものが見えるようになる。人が見えてないものが見えるようになってくるんです。自分がなしたことの後が見えるようになる。自分がこれからなそうとすることの先が見えるようになる。それが人生なんです。これは、内仕事の中で養われていくものなんです。でも今、 どうですかうち仕事をやらない。うち仕事をやらせない。そんな過程ばっかりなんです。そして会社に入って、社会に出てから、いろんな講師の先生を読んで、そして本来であれば家庭で就力しておくはずの過程をですよ。学びを。会社で教えなきゃいけない。さて、このうち仕事っていうのはね、 鬱憤ぷばらしになるってこと、私はよくわかってます。なんでかって、やらされてたからです。私は17の時、朝起きてお寺の掃除をしなければ学校に行かせてもらえませんでした。朝起きて朝ごはんの準備を何かしなければ学校なんか行かんでいいって言われました。あら、こんちくしょうって思う時もありました。こんちくしょうと思いながら、薪きを集めてきて、こんちくしょうと思いながら、玄関掃除をして、こんちくしょうと思いながら、 さらられをして、こんちくしようと思いながらお風呂の掃除をしました。だけれども、こんちくしようと思って一生懸命、ふわーって、ふわって、えー、ひたすらやった後に、心が落ち着くっていうことが分かったんです。これはね、なんだこんちくしようって言って、バイクにまたがって、うーんって走るのと同じ行為なんですよ。17歳の健全な、 うっぷんばらしはさらない。それを思いっきりうっぷんばらしとしてやってみてください。なぜかお母さん喜ぶ。なぜか自分の気持ちもスッキリするんですよ。なぜか自分の心が穏やかになるんですそしてなぜかその後、勉強でも知ってみるかってなるんですよ。うっぷんは 溜ままってたたらおかしくくななりすすよ。死にたくなるんですよ心の中のこのエネルギーねいろいろなこと将来に対する不安とか自分の情けなさとか勉強しても勉強しても成績が上がらないことのこのジレンマとかにいろいろんなこの心の中の葛藤ねそこにホルモンっていうものが大量にこう思春期で分泌されるわけじゃないですか。 で、これが何かしら科学的な反応を起こして、ぐつ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 、この中でやりおるんですよ。これを、このまま、心だけを何とか落ち着かせようと思って、カルマですかって考えてたら、死ぬよ、本当に。早くその心の中のドロドロを、外へ発散させなきゃダメ。筋肉を使って。この時に何かを壊したり、何かを殴ったり。そうすると、必ず叱られますから。 そこでまた衝突が起きて、またうっぷんが大きくなるんですよ。うわーんって走り回ったら誰かが自分たちが気持ちよくうっぷんしをしている陰で農薬飲んで自殺するんですよ。それは、それは本人の望むところじゃないでしょう。ということで、結論です。みおけくん。どうせ死にたいと思ってるんだったらね。ね 自傷行為をををするっっってていいいううことによって体を使うんだったら皿洗いをしなさいお母さん助かりますよ。お母さん今日から僕は皿洗いをします。お母さん今日から僕は洗濯物を畳みます。お母さん今日から僕は風呂の風呂を入れます。すでにもうやってるとしたらもっとそれを徹底的に やってみてください。筋肉使わなきゃダメですよ。筋肉使わなかったらぶんてていかないから。17歳。自分が自分でわからない。それがまっとうな17歳です。けれども、うち仕事外に出れないならば、うち仕事を一生懸命やることによって、いろいろな相乗効果が自分に返ってきます。そして必ずそれは、 大切な人生のレッスンとして、明ょけくんが社会に出たときに、自分に帰ってきます。それを信じて、さらあらいに励んでください。17歳のうっぷんばらしは、さらあらい。ぜひ、覚えておいてください。応援しています。